はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ皆さんは天の岩戸という史上最強モンスターをご存知でしょうか。まあクソモンスターの一種ですね、こいつは。どういうモンスターかというとですね、まあ特殊召喚ができない非常に特殊なモンスターになってまして、スプリットモンスターです。このカードがモンスターゾーン存在する限り、お互いにスピリットモンスター以外のモンスターの効果を発動できないというね、あまりにも強い制圧効果を持ってるんですよ。もうスピリット以外認めねえと、俺はスピリット以外のモンスター黙れっていうモンスターでございましてね。まあちょっとスキルドローインとかとは違うけれども、効果発動する効果が発動できないみたいな感じなんで、永続効果とか、まあ、残存効果的ななんかそういうのは無効になったりしないんだけども、なんかその発動するような効果は、まあ、無効化される基本的には。例えば、まあ、デスフェニの破壊効果であるとか、ハリファイバーの、チューナーを出してくる効果とか、あと、オライオンじゃない、ラドンの、アロラドンの、トークン生成する効果とか、まあ、そういう効果は全部発動できません。なんでかっていうと、そいつらはスプリットモンスターじゃないから。で、デミニット効果、このね、モンスターはね、非常に重いデミニットがありまして、召喚リバースしたのエンドフェーズに発動してしまう。このカードを手札に戻すっていう、まあ、スピリット共通の、まあ、必ず発動しなければいけない効果があるんですよ。これね。で、まあ、このモンスター自体がスピリットモンスターだから、まあ、発動しちゃうんだけども、この2番の効果は。これをですね、無力化することが、できるギミックをですね、思いつきましてですね、皆さんはこの、アラメシアの儀っていうカードよくご存知だと思うんですが、このデミニット効果、このカードを発動するターン、自分は特殊召喚されたモンスター以外のフィールドのモンスターの効果、を発動ができないと。まあ、つまり、これ何を言ってるかっていうと、アラメシアの儀を発動して、岩戸出すと、手札戻んないんですね。岩戸が。岩戸居座るっていう。岩戸強制残業っていう動きができるんですよ。これ、何が起きるかっていうと、これ召喚リバースしたのエンドフェーズにしかこの、戻るっていう効果発動しませんので、戻んなかったら、一生居座るんですね、岩戸が。これ、一生居座り続けると何が起きるかっていうと、一切スピリット以外のモンスターの効果が発動できるようになるんですよ。まあ、自分もですけどね、もちろん。自分もですけども。ただ、これ先行でこいつ出すと、マジで相手の動き止まるんですよね。完全に。基本的に今の現代遊戯王って、モンスター効果で動いてくるデッキが多いんですよ。だから、このモンスターを立てておけば、まあ、なんか、何もできんっていうデュエルが、なんか、発生するんですね。これを今回やっていきます。はい。これ思いついた時はもう俺天才かなと思ったんですけども、これアラメシアの儀っていうカードが、発動して岩戸があればいいんで、まあ、それをしやすいように、組んできました、デッキは。まあ運命の旅路がなんか三積みされてたりとか、まあ、アラメシア水使いがあるんですけど、この辺はもうなんかこれを発動するためのカードですね。で、まあ、一応ですね、まあ、岩戸がない時のために、まあ、例えばインセクトボーダーであるとか、それからまあグリフォンライダーっていうモンスターも一応入ってまして、で、岩戸は、なんだかんだやっぱ1900しか打点がないんで、なんか意外とですね、なんか打点で抜かれるっていうパターンはたまにあるんですよ。いう時に、使えるのが、まあ、モンスターを処理するトラップカード。例えば、ドラゴンパンチメントであるとか、強制出し装置であるとか、まあ、神父のバリアエアホースであるとか、こういうカードを使って相手の、まあ、攻撃をいなしていくっていう感じですね。はい。で、勇者ギミックがない時も一応ですね、岩戸に聖杯を打つっていう動きをすると、モンスター効果無効になるんで、ターン終了時まで。なので、手札に戻んないっていう効果がありまして、岩戸居座るっていうこともできるんで、まあ、一応このコンボもできます。まあ、岩戸が来ない時はもう頑張ってインスペクトボーダー立てるっていうね、メタビみたいなね、感じの動きになっていくんで、基本的には。はい。まあ、今回の、まあ、主役はこいつですんで、まあ、こいつを採用したデッキというかデュエルしか採用できておりませんが、普通にこいつが引けなくてもインスペクトボーダーを立てれば、まあ、結構強いっていうことだけ言っておこう。というわけで、ね、このね史上最強の神社のね、制圧力を皆さんにもお見せしていきましょう。デュエルスタンバイ。割と反動はいいですよ。反動はいいですけど、水使い取るから俺。水使いの効果を発動しないと、これ岩戸くんっていうのはね、もう無力化しますからね、一切。スピリットモンスターなんで、手札持っちゃうんで、水使い効果。自身を除外すると、あ、いけそうですね。アラメシアの儀を手札に加えていく。そして、アラメシアの儀を発動。アラメシアの儀によって、勇者トークンを特殊召喚。ほい。そして、魔法トラップゾーンに表が表示で、旅路を置いていく。さあ、こっから始まる新しい俺の物語。さあ、さすらいのグリフォンライダーを特殊召喚し、
特殊召喚に成功した場合、旅路の効果を発動。旅路の効果によって、何やっけ、グッド、ドラゴバックを手札に加えていく。いいえ。そして、旅路の効果発動。旅路の効果により、手札に何らかの勇者トークン系のモンスターを加えて、そして手札を一枚墓地に送るという効果。これによって、ドラゴバックを墓地に送り、ドラゴバックの効果発動。ドラゴバックは、墓地を送られた場合、勇者トークンに装備することができる。はい。そして、カードを1枚セット。カードを1枚セット。あれあれ、カードを1枚セット。うわーっとちなみに、スプリットモンスターだから、手札に戻る効果はエンドフェーズで発動するんだけど、勇者トークンを出してた、通常化したモンスターの効果は発動できない。つまり、岩戸は手札に戻らねえ。強すぎるちなみに、このモンスターの効果によって、すべてのスピリット以外のモンスターの効果は発動できない。つまり、貴様のも何でっか知らんが、一滴ダリーあ、じゃあ神戦で。トラップ捨てなくてよかったんですか？トラップ捨てなくてよかったんですか？残念ですね。トラップ捨てないとこれ、神戦で無効されますよ。さあ、どうしますか？金敵さんでドヤ顔で無効にしようとした結果、トラップを捨てなかったとかいう甘い行為によって岩戸が生き残ってしまいましたね。さあ、オライオンを召喚していく。何？オライオンを召喚したら何ができる？ちなみにアルミラージ出してオライオンのトークン出してからなんかリンク召喚とかしようもんならお前あれだぞ。あの別にオライいいけどやってもオライオンの効果発動できないぞ。ちなみにグリフォンライダーの効果も無効化されてるけどね。これ自分の効果を無力化するんでさ、オライオンのトークンが出ないね。フュージョンデスティニーダニー、あいつ反応強いな結構で。フュージョンデスティニーであるか、まあ、一応永続効果は無効なんねえから一応打点が下がるっていう効果はあるな。でデストロフェニックスからの効果も発動できないわ、あの破壊するみたいな効果は。であれやな、あの岩戸くんをぶん殴っていくスタイルだな。なるほど、ちょっとお戻りいただいていいですか。ちょっとお戻りいただいていいですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やべ、このデッキガチのゴミや。はい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 、とりあえず合金を発動していく。まあ、これはですね、勇者通んなかったらインスペクトボーダーができるんで、まあ、ワンチャン強いですねこれで。ドローし、ふざけんな、かぶりすぎだろ、かぶりすぎだろ。で聖帝の水使い発動。これトラップカードでのちょっと怖いな。聖帝の水使いの効果を発動し、あ、通るね。なるほど、通るんだったら岩戸か。あのインスペクトボーダーよりもね、岩戸くんのやっぱその圧倒的最強制圧がね強すぎるんでね。アラメシアの木を発動していこう。アラメシアの木の効果によって勇者トークンを特殊召喚。ちなみにこのカードを発動したターン、俺は通常召喚したモンスターの効果を発動できねえ。え、いいんですかっていうね。え、いいんですかっていう。さあ、ドラコバックを手札に加えていく。そして、旅路の効果を発動。旅路の効果によって、水使いを手札に加えて、そして、ドラコバックを墓地に送り、そして、ドラコバックの効果を発動。ドラコバックは、墓地から蘇って、装備することができる。そして、地上最強モンスター。いけ！うわー、ドーン！戻んなくていいんだってな。なんか効果発動しなくていいんだって、岩田くん。よかったね。合金、いいだろ。ちなみに、相手のカード発動を無効にする効果はないので、それ以外の、カードは全てね、ダラ取りします。はい。岩といるとはいえみたいなのがありますね。まあ、ただね、モンスターの効果1ミリも発動できないんで、まあ、リンク召喚とかするのさえもむずいと思いますよ、相手。まあ、一応今、今回1900っていう打点的に弱いんですけども、1900以上のモンスター出せれば強い。はい、1900以上っていうか、1900以上だね。だ1900以上のモンスターを出してぶん殴るか、または岩戸を、処理するとこのグリフォンライダーが復活するっていうなんか意味わかんないシナジーがあって、あ、守備力2800強いね。まあドラゴバックで戻せるからあんま関係ないけどね。はい、ウィッチクラトですか。ウィッチクラトとかもうなんかモンスター効果しか使わんからもう相手マジきついと思うこれ。
しかもなんかシュミッタちゃん1800やし、あ、発動できないぞ、モンスターコが発動できないぞ、モンスターコが発動できないぞ。マスターベールで打点上げようとしたんだろうな。とりあえずまあ合金を発動して、まあ、紙線来たのでかいですね。紙線来たのはでかい。で6枚のカードを除外することによってカード2枚ドローして、岩戸くん来すぎじゃない、岩戸くん来すぎなんだけど、まあ、ちょっとドラコバックで1回あれやな、あのウィッチクラフトマスターベールが戻ってもらおう。これができるのが強いよね、勇者って。なんか別にバウンスできるからよ、打点高いモンスターでも対象に取れさせばなんとなるっていう。これ2000、2000、4000で1900、あいつ7900、え、これギリ足んなくね。ギリ足んなくね、これギリ足んねえ、100足りねえ、これ妖怪100足りねえ事件起きた。でも神聖あるかな、なんかちょっとモンスターに寄りすぎなんだよな、これハンドが旅敷きすぎだし、まあ、神聖発でセットして、でまあこれで一応まあなんとかなるでしょう。ウィッチカットでもこれ多分ね、あ、岩といったらばマジで何もできないと思うよ、これ多分相手。さあどうしますか、はい。あのね、このモンスターね、遊戯王になってない、あー悪くないじゃない。まあ、とりあえず強欲に金満な壺を発動してうらら打たせて、はい、6枚除外、はい、うららってもいいよ。ないのないの、マジマジ、一旦ちょっと女子アラメシアの家打ちます。だあ、アラメシアの家を発動、アラメシアの家によって勇者トークンも生成、よし。そして、マジックトラップカードを置いていく。さらに旅路効果発動、旅路効果によってグリフォンライダーを手札に加え、これはまあ一旦これでいいか。ドラコバックを送って、で、ドラコバックの効果を発動。ドラコバックの効果により勇者トークンに装備。さらに、グリフォンライダーの効果を発動。グリフォンライダーの効果によって自身を得召喚。そして、旅路の効果発動。あ、そうか。ドラコバックをサーチできる。OK？ よし。そして、行け！天の岩戸、爆誕！割といいですよ、割と今いいですよ、割と岩戸くんの制圧力、これ完全にこれ、あ、ちなみにですね、あのラリーダニー魔法トラップカード、なるほど、魔法トラップカードか、魔法トラップカードでいいんだ、魔法トラップカード、いやー、まあでも神聖打たなくてもいいか、別に。じゃあ旅路あるしな、手札に。ちょっと一回ですね、あのドラゴンバッグだけ戻しましょう、これでいいや。いや言うてライトニングストーム打ったところで何もできないだろ、これ言おうとあるから。相手動けないはずだ、スピリットモンスターの効果は完全に無力化できた。何何、岩戸じゃなくていいの、エスプレットコーリング、何これ、レベルの攻撃が儀式召喚するモンスターのレベル以上になるよ、自分の手札フィールドのモンスターをリリースしてエスプレットバード、え、これなんかさ、え、これなんか、あれ、これスプリットモンスターじゃなかったっけ、これ。あ、あ、え、あれ、おかしい、スプリットモンスターの効果以外は無効のはず、相手スプリットリッキア、嘘やろ、天敵来た。嘘だ、天敵来た、やばい、おスプリットモンスターの以外の効果使えよ、なんでスプリットレッキってふざけんな、やべえ、なんかあの自称さ結構強いんだよな、いやなんかどっかでデッキ作ろうと思ってたんですけど、一応やばすぎ、あインスペクトボーダーが来た、あでもインスペクトボーダー強いね普通に、じゃあインスペクトボーダーに切り替える、これ合金発動していく、で合金発動して、これさインスペクトボーダー立てた後に岩戸出したらさ、あれなんだよね、インスペクトボーダーの効果によって岩戸戻んないっていう、そういう話もあるんですよね。とりあえずここはインスペクトボーダービートするしかない気がする。とりあえず一旦インスペクトボーダーだそうでですね、わかんねえな、これとりあえず殴ればいいのか、
ちょっとこの改めとかに謎のモンスター殴って殴るでメイン2入る、旅路発動する。あでこれトークン別に出せるからトークンは出しに行って殴ってもらったのね。でドラコバック装備して、戦闘破壊体制1回つけといてなんかインスペクトボーダービートル勝てんじゃねえこれワンチャン。で水使い持ってきて水使いするでしょ。で水使い捨てて、はい、でであそうか水使いの発動できないのかこれあそうかやべ、まあいいか。まあ、でも新風のバリアエアフォースが最強カード来てるから、まあ、これでなんか相手の動きを見なしていけばいい。でモンスターの効果は発動や今あのエクストラ機からであのモンスター出さないとモンスターの効果は発動できないといったところ、まあ、一回リンク召喚挟んでからなんか動くといいですよ。はい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 。相手完全にスプリットデッキですね。相手完全なるスプリットデッキやりますね。はいはい。で謎の包囲の息吹、これは数属性モンスターの儀式、魔法ですね。なるほど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 。あこれでレベル4のモンスター2体使ってなんかあれか儀式してくるやつか。でモンスターの効果今発動できないからこれでもしかもリンク召喚また出てくんのあれ。ちょずるだよそれ、ずるだろおふざけんな。これって言うと思うぞ、やばすぎる、犯罪だ犯罪だよそれ、犯罪だろそれ、やめろ。戻すしかねえ、帰れお前は、お家に帰れ。しょ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 し、耐えた耐えた、一応耐えた。これででも待てよ、ゴードンでダイザーを引いたら勝ちかこれワンチャン。聖杯来た、なるほど聖杯強い。でゴードン発動する前にちょっと一回こう先に水使い発動してでアラメシア持ってきておいてこれはデッキからの方がいい。でですねここでゴードン発動して何引くか、ダイザー引け。あーまあないよね、なるほどダイザーはない、ダイザーないダイザーはあとダイザーまだ余裕で1枚あるか、あと1枚ある、あと1枚ある。まあ、とりあえずアラメシアの儀発動する。相手も完全に儀式モンスターと怪獣だからハンドは言うて次のターン多分動けねえ。こっち先か、運命の旅路発動、旅路で水使い持ってきてでこれ合気味に何かこう捨てるでしょ。でアラメシアの儀発動してでトークン出してで水使い特殊してはいこれいくつだ2,400、3,900、まだ足んねえな、まだ足んねえけどライフ取っておくの大事だな。これこれ言うて相手怪獣しかねえから、相手怪獣しかねえ、怪獣と儀式モンスターこれいけんじゃねえかこれ、さすがにこれいける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 。天敵とか言ったけどそうでもなかった意外と。でミンツで最強カードセットセットセットこれんだよ、これだいぶ強いやろこれ、この盤面。まあスプリットモンスターだから相手あんま関係ないかもしれないけども、いや言うて相手動けないハンド的に、いやまあ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 それはまあ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 それはまあ関係ないね。まあ、ガダーラはいいね。でガダーラくん出てきた、オッケーいいだろう。でガダーラでまあでも言うてガダーラでまあ処理するしかないか相手、まあ、やだなんか、いやでもそしたら1400守れないぞ。なるほどこれ一旦お戻りいただくじゃないですか、お戻りいただいてで、まあ、もう一回出てくるかもしれないけど、まあ、もう一回出てきたところでまあ相打ち取ってぶん殴れば、はい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 、いいですよいいですよ全然いいですよ。でエンドフェイズ OK やった、岩とメタデッキにちょっと岩とで勝てる俺、見てろ行くぞ。ガダーラで相性だ、おいお前のライブは残り強い役しかねえ、行け、うおー岩と最強スプリットレッキマジでやめて